はい、どうもネイティブフォレストコタルです。今回はベタアクアリウムということで水槽の立ち上げをしていきました。個人的にはアクアリウムというよりアクアテラリウムというイメージを持って作成していきました。はい、ではベタアクアリウム作成過程一緒に見ていただければありがたいです。植物を植える場所と、それ以外のところっていう形で仕切りを石で作っていきます。今回チョイスした石は ADA の酸水石です。表面はザラザラしていて溶岩石のような感じですね。かなり必死にやっています。結構時間がかかりましたね。30分くらいやっていたかもしれないです。植物を植えていく部分にソイルを入れていきます。今回使用したソイルは ADA のアマゾニアです。アクアリウムで使うのは実は初めてです。うまくいくといいかなと思います。次に水辺、植物をあまり植えない部分にですね、砂を入れていきます。化粧砂のような形で引いていければいいかなと思います。そんなに厚くはいかないです。これも ADA の砂です。想像通りのレイアウトになって嬉しいです。今回使っていく水草の一つ目としてはバイオキューバパールグラス、組織培養の水草になります。以前1回キューバパールグラス使ったことあったんですけども、あまりうまく成長しなかったので今回は再チャレンジということでやっていきたいです。植え方が合ってるかな。少しずつちぎってですね、まず置いていくと、そういう形をとっています。この状態で置いただけだとまだ根付いてないので注水した時に浮いてくると思います。その時の重りということでソイルを上からかぶせていきたいと思います。こうすることで根っこもしっかりソイルに埋まって成長してくれるのかなと思います。同じく砂地にもキューバパールグラス少し植えていきます。アクアリウムショップの店員さんが言ってたんですけども、砂地の方がキューバパールグラスいいかもしれないということでしたので、ちょっと期待しています。注水して少しキューバパールグラス浮いてきたんですけども、大体は大丈夫でした。以前からあったアヌビアス7、少し状態悪いかも。これは山崎カズラです。水中から水上に大きく展開してほしいので、こういう飛び出るようなね、水草を用意しました。しっかり根っこがついてるので大きく成長してほしいなと思います。楽しみです。こちらは ADA のワビ草です。カレンという名前で販売されているものです。有形層ミックスなのでいろんなタイプのものが入っています。一本一本植えていってもよかったんですけども、今回はこちらのワビ草マットを使って楽をさせていただきました。
植えてから数日しか経ってないんですけども、かなり展開してきている様子が見えます。次にこちらアヌビアス7、これは砂地の方に植えていきます。あまり調子良さそうじゃないので少し心配なんですけども、経過を見ていきたいと思います。このろ過フィルターですけども、45センチのロータイプ水槽なので外部フィルターまでつける必要ないのかなと思って、安いこういうものを買ってきました。声援もしなかったと思います。ライトは定番の JEX クリア LED パワー3を使用しています。高さを出すためにリフトも使っています。使っていない CO2 装置があったのでそちらを導入していきました。今回導入する生態なんですけども、ベタを入れることにしました。最初ね、エビとか、カメとか、そんな感じで迷ってたんですけども、結局はベタにすることにしました。ベタの種類としてはメタリカという種類ですね。メスです。45センチロー水槽で水深があまりないので、ハーフムーンとかそのような大きく尾びれを広げるようなタイプだとちょっと狭いのかなとか引っかかったりするかなという思いがあって、こういう小さめのこじんまりとしたベタを購入しました。あとは色味がすごくタイプです。渋くて古代魚のようなイメージです。はい、というわけで今回はベタアクアリウムを作成していきました。もっと大きく水草が成長してくれればかなりいい雰囲気になるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。